こんにちは、Pです。ドラゴンクエスト3そして伝説へ2回目です。前回ね、アリアーハンで仲間を登録して、あのね、外ルイナロン外にね、すぐここに教会のお姉さんがいた。ここでセーブできるんですね。はい。ね、毒の治療も、だからキアリーを覚えるまではまだということだよね。でね、ここアリアハンでちょっとね、アイテム拾えるみたいだから、ちょっと回収します。命の木の実、ここの中に命の木の実があったの。待って、外かえ、どれでしょう。ルイーダの店の中か、やっぱり。はい、店の中に命の木の実がどこかにある。どこ？え？どれなんだろう？ 2 階かな？ 2 階かもね。ん？ちょっと1階とかに2階書いてないんだね。あれ？違うかな？え？命の木の実が、え？どこにある？え？キミルの翼はあったよね。え、どこかにあるんだよ、きっと。どこ？どこにある？あ？はい、だいぶ見ちゃった。だいぶ長く見ちゃった。こんなところにあったのね。はい。わかりにくかった、ごめん。はい、それと、ルイーダのお店は、これくらいかな。で、前回ね、ここの樽から、キメラの翼、もらったし、え、竜の鱗はどこかにある？これ外かな？竜の鱗はね、ドラクエ10でも、すごくね、重要なアクセです。え、どこか行ける？あ、待って、行けそう。こんなところに、あ、見て！あれ？これ回転しない？回転しないんだね。あれ、赤い宝箱だよ。ね、竜の鱗。ああ、私がそう。え、え、待って。メインアクセサリー。はい。守備30。あ、ゴム上がるし、これね、あ、なんか、あれないの？説明がない？あれ？あ、自動装備とかあったね。はい。すごくね、重要なアイテムだと思います。はい。あと、どっかこれ見えないところはあれよね。この辺に稽古着があるみたいなんだけど、今日、ん？パンチ1ゴールとか書いてるけど、これくらいだ。書いてないぞ。あ、ここにも調べるのがあるね。ここも、待って。これいけないか、向こうに。あ、いけないね。あ、お鍋の蓋。ヒノキの棒。初期装備の感じね。大体お鍋の蓋は拾えるよね。待って。あ、何か調べると出てる。何を？あ、いました、今。あのね、
ドラクエかでね、その、うん、何もないところに座標みたいな感じでね、うん、見たことある、うん、それなんだ。待って、勇者の家だと力の種はもう取ったから、うん、いや宿屋これ結構大変だね。いや楽しんでみたい。うん、探すのがちょっと大変かも。あ、でも慣れちゃうかな。はい、これが、待って、これ私の家だよね。そうだ、これここに力の種がね、最初、うん、目覚めた時にあったと思うんだ。はい、え、待って、これ宿屋さん、あ、これ宿屋さん、うん、こっちから入るんだね。はい、宿屋さんに入って、革の帽子がどこかにあるみたい。いいね、雰囲気いいね。ただね、攻略サイトにちょっと1階とか2階って書いてないか、ちょっとわかる、全部調べないと無理かも。うん、あのね、ドラクエ10のフレンドさんでね、うん、仲間のいいフレンドさんはいるんだけど、もうね、全部ね、徹底的にね、本棚とかね、本読まないと、ね、言う人がいるの。すっごい好きなんだなって思った。私もなるべくは読むんだけど。待って、ありえるね、これ。うん、降りちゃうの。延々とループしちゃう。また、あれ、落ちちゃうから。ここにマットがあるから、入り口がわかるんだね。え、待って、どこにある？つぼないよね、きっと。あ、すっごいのね、ほら、ちょっと。昨日ね、ちょっとね、興奮してね。あまり寝れなかった。やっと、革の帽子があるはずなんだ。どこ？どこかな？ここがなさそうだね。え？なくない？はずがある。そこにあれかな？あ、誰かいる。前の部屋の男は魔法の玉とかいうのを作ろうとして失敗したらしい。ああ、はいはい。大きな男で爆発したもんだからね、驚きましたよ。あのな、怪我をするなんてよっぽどの物騒なものなんでしょ。これね、魔法の玉ね、うんうん。これだ、革の帽子。いや、大変だぞ。これ、ね、結構大変。え、ちょっと待って。装備の、革のカード持ってないじゃない？一番最初にいるから、で、これ、なんか自動装備ってなかった？あれ？あ、自動装備。長押しなんだ。わぁ、丸ってなったか。これ、あれ待って。警護儀は誰が来た？警護儀。あ、魔物使い切れないの？もしかして。ボンボン持ったよ。え？そうなのか。あれ？警護儀って、あれ、持ってはいるよね。道具に持ってる？装備袋。あ、あらね。まだ切れないのか。そっか。了解。あの、魔物使いと、うん、武道家とかね、似てるけど、やっぱり稽古着だから、やっぱり武道家だけなのかな？はい。あとは、夜のみ小さな家、ハメダル。はい。そこくらいだね。今夜になってないよね、まだ。何分くらいなんだろう。あ、まだ昼間だよ。じゃあ先にお城行こう。うん。夜になると一番右の方のね。うん。右下かな、そうだね。の家に入れるみたい。え、これ時間の概念はどこにある？わからない。ドラクエ10だとね、30分ぐらい。で、昼と夜が変わるのね。ちょっと、あんまわからないな。なんてわかるかな。じゃあ、アリハンであるもの。これね、かなりいっぱいあるんだけど、うん。鍵がないと入れないとこばかりかな。小さなメダルとか。じゃあ、どこから行けばいい？まず、あ、2階か。
旅人の服。じゃあまず正面のね、旅人の服もらいに行こう。2階ね、はい、2階はそれだけかな。上がって左に入れる、いけるな。ん、これ、あ、このタンスかな。あ、あ、あ、見て、ちょっと色が違うよね。白タンスは色が違うんだから。ねえ、旅人の服嬉しいかも。ん、装備も買わないとかな。50円しかもらってないからな。2階はね、これだけだね、今のところ。で、1階が、ね、これ、鍵が閉まってて入れないとこばかりなんだけど、どこかな？目覚めのリングがいけるかな？目覚ましリングだよ。見て、あんな宝あるじゃない？あれまだね、鍵がないと入れないのね。あ、ここ、これかな？わぁ、誰かいる。あ、調べる。あ、鍵がかかってるのか。ここだよね。あ、違う。ここじゃない。あ、これ、2階から来る？もしかして。いや、違うな。あ、ここ入れないんだ、まだ。そっか。はい。じゃあ、ちょっと気になる。王妃、姫だ。ちょっと危ないからお城から出してもらえないの。これって、まあ、王のせいよね。もういや、こんな毎日。はい。この前だってこっそり抜け出そうとしてお父さん見つかっちゃって。意外とお父様って抜け目がないのよね。そうなんだ。なんかね、こういう家とかありそうだけどないんだね。これは、ここ入れる？あ、入れるよ。でも入れても何もないよ、ここ。ない。ないね。あ、待って、こうなってるのか。え？あ、じゃあこれ、すごくね、わかりづらい。慣れない、まだ。こう、通り抜けて、こうに来て、あ、これ、これから、ダメにまた。うんうん。はい。これ、なんだ？兵士さんがいるとこだよね、きっとね。これなんだ？あ、ワープするのが始まっちゃった。これずっと来ると、降りれる？あ、待って、あ、壺あったよね。違う？壺だけど、見れないのもあるから、これ見れないんだ。わ。これは薬草。薬草、守りの種がどこにあるっぽいんだけど。種はね、私、最後まで使わないことが結構あるから。最後にね、セーブしながら、3を狙って、プラス3を狙ってね。あ、どこ行ってたね。話した。あ、馴染みの塔の老人名、うん。アコト様、ローなんかに閉じ込めて、おまけに鍵を持っていってた。この人が、盗賊の鍵があれば解除が開けられたのに、ちくしょう。情報だね。ちょっと待って、でもあそこにいるじゃない。あそこ入れない。あの、壺を守りの猿かな、違うかな。どうせ牢屋を開けられる鍵なんて持ってねえんだろ、だったらあっちに行きな。盗賊の鍵があれば、という感じ？ちょっと待って、結構ね、このお城はね、いっぱいあるの。宝物をね。え？待って。あ、これは、あ、馴染みの塔にね、行くこともできるみたいなんだけど、ここからは鍵がないといけないから、じゃあここはまだいいね。あ、夜になってない。これ夜じゃないよね。ちょっと守りとあればわからない。どこにあるんだろう。あ、鍵がかかってるとこだった。じゃあもうこれでいいね。あ、違う。小さなメダルがある。どこに？今どこ？ここ、まず、牢屋？ホテル？あ、スライムもいた。で、
ここじゃないな。うん。もう一個、隣の、うん、通路だった。もう一回出まーす。あー、なんかすごい。ねえ。ワクワク。しゃ。よくマップ見ないとわからない。これを、こっちだね。でもちっちゃいマップ出てるね。ちょっと見えにくいね。もうちょっと大きくてもいいかもね。なんか設定だったよ。後で試してみる。この辺の、話す。岬の洞窟から馴染みの塔に行けるとか。ああ、はいはい。まあ確かめたわけじゃないけど、みんなそう言ってるから多分本当じゃないの。ん?これのね、あ、ちょっと行き過ぎちゃったよ。ここは鍵が赤いじゃない？これは多分、うん。赤い鍵は無理だから。あ、これだ。ここ、これこれ。ここにあるよ、きっと。ほら、メダルメダル。うんうん。メダルの館に行ってね。うんうん。メダルおじさんには出しましょう。はい。ん?どう?こっちはないの ?6 ゴールドだって。わあ。6円いただいちゃった。あまり嬉しくない。6円だよ。6ゴールドだよ。何も買えない。買えるから。装備ね。どうなの?こんなのしか持ってないよ。布切れ1枚みたいな、ちょっとセクシーすぎない?ごめん。ここは、アビビトの服は取ったよね。うん。じゃあね、これで、大体お城のは、どれだと思います。あとはね、鍵入手してからだね。うん、オッケー。じゃあ、待って、もう16分、17分だ。大変。帰れない。すごいね、いっぱいの宝箱開けたい。はい。ちょっと装備、みんな、ね、ほとんど裸みたいだけど、大丈夫かな?スマホ版でね、うん。切れ物の性格にして、レーベン向かったの。そしたらね、ここ、取ってないの、まだ。聖水。そしたらね、切れ物って HP にマイナス補正かかるんですよ。だから、うん。やられちゃったの。待って。これね、もう一個その夜になれば、小さなメダルがもらえて2個なんですよ。そしたら2個だと、どれ?ん?何もらえる?景品どこに書いてある?トゲの鞭だね。2枚でトゲの鞭。あれ?これ、宿屋さんに泊まれば夜になるのかな?じゃあ、もしかして。そういうこと?ちょっとね、何分で夜になるかわからないから。やりやすいって、わあ、すごいね。うんうん。いくら取るの?休むでいいのかな?98円しか、93円しかないのに。大丈夫?じゃあ、夜まで。なるほど。いくら取れた ?93 円。ごめんね、ゴールド円って言っちゃってるけど。おぉ、待って。やっぱり8円取られたんだ。なんとなく音楽、なんだこれ。こんなところに薬草があって。わぁ、夜、神秘的だね、綺麗。どこかな。この下だね。そうそう、うん。なんだっけこれ、井戸。井戸のね、上、横。ああ、すごいすごい。どこだろう。誰もいない?通り抜けられる。これって、これ?これだろ?わ、聖水、あれ?そっか。聖水と魔法の聖水ってあるんだよね。聖水にどんな効果が忘れちゃったけど。魔法の聖水 MP 回復だと思うんだ。そうだよね。あったあった。寝てる?
夜は暗くて怖いよ。だから早く寝るの。寝て起きたら朝だもんね。俺に人の家に入っていいの？家に帰れんとか、その心配してるわよ。はい、そうだね。こんな夜吹きになるのがよ、ですかな。ごめん。泥棒でした。これじゃあ、でね、スマホ版の時もそうだったんだけど、メダルは、例えば今2個入手しましたよね。で、2個入手した、特典みたいな感じで武器もらえるから、交換、してくれるっていうのかな。貯めておいて次に何個目で交換はあんま関係ないから、どんどん持ってくればいいと思います。ね。ご褒美としてもらえるから、何枚か貯めて、あ、じゃあ次はこれにしようっていう感じじゃないよね。はい。これが3枚になったら革のドレスをあげよう。ちょっとごめん、説明が、いまいちだったかもしれないけど、メダルはね、集めて、ルーラーがね、レベル8ぐらい、ちょっとごめん、間違ってるかもしれない。ぐらいになったらね、覚えられるから、そしたらね、簡単に飛んでくれるよね。ちょっと待ってて、夜だよ。夜、あっちの外に出るのって。確かね、フィールドは、道から外れると強い敵が出たり、夜の方が強い敵が出るんじゃなかった？大丈夫？いきなりね、あれ待って、武器屋さんないのか？あれ武器屋さんかな？まあでも、かなりね、もらえるから、拾いたいね。道具屋さんかな？いや、違うな。いや、こっちが、これ違うし、あれ？いいのかな？じゃあ。いきなり、やられない。トゲの鞭って、あれ？もう B。トゲの鞭。これ装備できるのかな？できるね。攻撃力がかなり上がるね。じゃあ、そうだね。あ、お鍋の蓋。お鍋の蓋って持てるの？あ、持てるんだね。前の方っていうか、上の方にいる、左にいる方がダメージ受けやすいと思うんだよね。ただまだ、マルティナの方がね、HP が低いから、マルティナが強くなってきたら、遠投にしてみたいな感じかな。今出てましたね。盗賊の鍵を手に入れよう。まずはじゃあ、レーベね。まあ、ドキドキしちゃって、ちょっと待ってても、かなり時間経っちゃったね。ここだけで、ね。レーベまで頑張れるかな。夜だよ。おいしょ。地図を開くことができます。OK。いざ、冒険の旅へ。トロフィーいただいちゃいます。トロフィー実績として、何このキラキラしてるの。うわ、見て。ごめん、すっごい綺麗だね。待って。なんか3つ待ってよ。で、今フィールドここでしょ？目的地は、上の方の丸ね。怖い。綺麗だね、街が綺麗。ちょっと何か赤い。これ光ってるの？何これ。これ、うわ、初めての戦闘。うわ、ちょっといきなり強すぎない？作戦ってあるんだね、作戦。あ、これ自動はないのか。あっち。セイネだけ回復にする？あれ？命大事にか。あとは、何でいいかな。あれ？あれ？あんまり逃げられないと思うよ。あ、喋ったよね、今ね。すっごい。待って、そんなダメージ。トゲの鞭、今。大丈夫だね。わあ、いいね。わあ、初めてのセット、勝てたよ。7ポイント。あれ？誰もレベル上がらないの？これ満タンは？満タンボタンってあると思うんだけど、ないのかな？
ないのかな。ちょっとまだわからないね。これ何これ光ってるの。あ、光ってるだけそうかもしれない。これは、うん、まだちょっとね、弱っちいから、森の中とか木の中はやめておこう。危ないからね。危ない気がする。わー、すっごいね。ちょっと暗くて怖い。え、何これ看板があるぞ。え、たどり着けない。満タンしたよね。これは大丈夫だね。ウィンドウオフってあるなんだろう。え、メラって言ったもしかして。フィーニャにね、結構強い武器持たせておくと、フィーニャ回復以外はね、攻撃するから、殴るんだよ。無知とかいいよ。はい。え、まだ、誰も上がんない？上がらないね。はい。なんだ？看板。デーベ、岬の洞窟。あ、これ何か光ってるね。ここもしかしてダッシュできる？まあ、あの、そう、サーク、いや、私これ知らない。マジか。あ、へえへえ。早いけど怖いよね。早い分なんか当たりそうだもん。待って。砂漠はまだ行けないのか。ちょっと危ないもんね。あがりなんか石ころみたいなのに、まずいて、踏めらわって今引っかかってずれたよ。あ、4匹か。まだレベル1だぞ。ウィンドウフってどれ？あ、これか。あ。ウィンドウフだったらわかるの？ただ棒倒せばいいのか。強い。あのね、昨日ね、動画上げるのにね、ほんと時間かかっちゃったんだけど、うん、仲間厳選で、時間やってたの？かなりやってました。うん、それで時間かかってて動画上げるの遅くなっちゃったね。わ、MP こんなに上がるの？すごいね。力覚えた。いいにゃ。意味覚えるかな？身の守り。うん、MP。あ、すごいね。イフラーか。あ、ホイミ覚えないな。え？ホイミ、私。あ、まだ覚えないんだね。あ、フィーニもちょっと覚えてました。ごめん。え、そうだね。じゃあ満タンだもんね。できるもんね。もうちょっとだぞ。もうちょっとだぞ。ちょっとレベル、ね、まで1か。ちょっと冒険しちゃって木に入ってみる？危ない？やられちゃう？あ、やっぱり、ほら、背景が、うん、森の中になってる。あ、すごい、大アリクイ。なんかね、懐かしい。で、ドラクエ10でも出るよ、これ。全部。ある意味ね、集大成みたいなのね、テーマはね、マルチだし。あれ？あ、レベル上がった。何か覚えるかな？すごい上がるね。メラ。マルティナも上がった。マルティナも、呪文は使えないよね。ちょっと無理怖いな。でもレベル2は上がったから。え、でももう少し上がらないと、ね、次厳しいよね、きっとね。わあ、見て。時間的にね、うん。あとでちょっとレベルを上げておこうかな。はい、ここでね、情報。え、待って。こんなに時間ある？まあ、でも29分か。休む、止まる。うんうん。わー、綺麗。え、すごいいっぱいあるかな。うん。そんなに時間ある？大丈夫？うん、できれば3、40分の動画にね、したいなと思ってるんだけど、ちょっと待ってください、今ね。アイテム。うん。どれくらいあるだろう。ちょっと調べてる、今ね。レーベでしょ、レーベ。あ、これぐらいか。はい。じゃあ、ちょっとね、アイテムだけ先に拾う。え、あ、すっごい、これ何？あ、音楽がいいね。え、これさ、道具屋。正面、ここの家。夜限定がある？
ないね。うん、ここに力の種って書いてある。ごめんね、泥棒です。盗賊の鍵知ってますか？アリアハの西の小島の馴染みの塔に住む老人がその鍵を持っているらしいですよ。はい。この村の南の森にもその塔に通じる秘密の鶴が隠されているんですが、はい、ちょっと怖いですし、行ってみる勇気は出ないんですよね。はい。どこにある？え、これ1階？この家1階？あ、力の種じゃなくて秘密だ。これね、本棚にあるのは、ね、性格変えられるやつだね。豪傑からにかな？ちょっと、今わからない。はい。あと民家に、これは、あれ？どうに行くこれ。ここ鍵かかってるね。え？今ね、ちょっとヒントいただいたから、ここは入れない。スタミナの種？あ、ここに？ちょっと待って、ここほら、こんなところに。うん、ここ、スタミナの種。はい。あと、棍棒がある。でも、夜だからみんな寝てるから情報いただけないよね。そうだよね。アイテムはね、ある棍棒くらいかな。不思議な木の実はあるんだけど、それは鍵がないとダメみたいだから、ん？この辺、あ、こんなところに武器屋さんの外に棍棒があるらしいよ。あった、ほんと。はい。いや、似てるんだね、やっぱね。いないもん。はい。じゃあ、今日、寝る？出ちゃった。ここ。112円しかないのに休む？体力ない？レベルが上がると、満タンになるかな？いや、なってないかな？はい、ちょっとね、じゃあ、教会はないの？あ、あるある。教会でセーブしますね。どこ？これ取れないんだね。遠回りだぞ。から引っかかってる。これ昼間だとね、人がいて情報がもらえるのかな。そんな感じだよね。今誰もいないもん。はい。じゃ教会で、うわぁ。洋服に悪い教会だ。お祈り？この？うん。じゃあ3番にしとこう。場面にね。うん、はい。あ、これで切れるんだね。はい。で、一回ね。はい、ここでね、今回は終わりにしたい。はい。待って、終われない。はい、終わりにしたいと思います。いいね。すごくここ、夜綺麗。幻想的っていうのかな。バラバラもうないみたいだけどね。はい。明日じゃない。誰か寝てるよね、あそこで。何？うん、なんか寝てる。あ、なんか気になっちゃった。うん。次回は、明日じゃないよね。まだ今日は動画撮ります。次回は、うん、レーベル村で情報をいただいて、塔に向かうのかな？はい。なんか、左の方にね、うん、エルフの森もあるんだ。ね、西だよね。うん、確か。じゃあね、次回はそちらを、はい、進んでいこうと思います。頑張って攻略していきます。ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあまたです。バイバイ。